遅れました。第1でプーンと来ねえかな。今別にモードそんな高くねえからあるよ。ほら来た、いきなり来ましたよ。イエーイされてるかどうか。リストップ、エキショビ倒しやってまいりましょう。参ります。ボタン出ろよ。ボタン、高みが出ないと分かんないけど、あー安いわ。狙って起きない。これが狙えてない、ダメだ。もうやめようかな、このまんま。ダメだ、狙えないよ。あー狙う気起きない。これか、なんか違う方を考えよう。バラバラ、ちょっとやばいな。中段赤だな、引いて4連したところで今日の俺の引きは枯れ果てたようです。あ、ちょっと見回り行ってきます。花火とか開いてる、開いてるな。負けなし、ビッグ4回313分の1。まあない臭いよね。ビッグ4回当たって投げられてるってことは奇数濃厚とかなんだろうよ。他の台も7回とか
かといってよ、あの外線もうちょっと回したら本当やめられなくなるよ。でもあと3万円で天井まで行けると考えたら安いのかな。まだ投資1万いってないからやっちゃってもいいのかな。いっぱい出したやつの勝ちでしょ。花火打つよりかはこのバトルトライブにおいての勝利は天井の方が狙える。かなりリスキーですよ。ここから3万円は今投資が7000だから、まあ、合計で4万以内に天井に行けるってこと、朝一とあんま変わらない状況か。ということは朝一275ゲームですけども変わらないと。じゃあいいんじゃねえ、別に捨ててもいいんじゃねえやんか。花火があーだこーだやってる間に埋まりました。じゃあいっか、ご縁がなかったということで、まあ天井までに何か行くかもしんねえし、うわーダメな考え。もう凱旋もハーデスも空いてねえしよ。しゃあない、しゃあない、やっちゃうか。あー怖えよ、怖えってば。まだ大丈夫、あと1000円くらいやってもやめられる、まだ。それでなんか当たって、あー久しぶりに中断リプレイで風が吹きました。ちょっと人が変わったふりを今してます。2連の次で枠揺れ、よし、3連4連お願いします。時効、あーどうせ当たんねんだよ、遅い。あれあれれ、引き上がりとか引いてないよね。フェイクなのか、本当に当たってんのか。あフェイクだな。なんか出目が偉くなってんな。当たってんじゃねえの。ダメ、ひなな3連で当たったくて。まあ、あれか、まあ、リプさんほどの差はないから、まあ、あんま当てにはなんないけど、まあ、ちょっと、まあ、でもこれまでの今879ゲーム、これまでの展開見てるといい匂いはしてないんで、これは騙されないように気をつけます。はい、あまあ、とにかくちょっとあれはね、天井まで行かなきゃいけないという恐怖感からは解放されました。73年からだともうほぼ単発、当たってもしゃあない、
感じがします。見回りしてきて台をキープしてきました。ちょっと思い切った行動に出ます。1168ゲーム回っててビッグ1回バケ2回、合算ボーナス出現率584分の1という、ちょっとやりすぎな台、これの跳ね返りを狙っていきたいと思います。思い切ってるだろう。今ペロッと見たら花火でちょっとマイナスの台、ビッグ7の化け8だっけかな、まあ、そっちの方が多分いいんだけど、まあなんかずっとダラダラしそうな感じ、それじゃ勝てないんで、もうちょっとアクロスマシンの不思議な波、これをねちょっと期待したいと思います。釣って、ちょっとマイナスの花火、移動するのちょっとやめた花火がもうビッグ当たってます10ゲームも回してないじゃないでしょうか。ああ、なんか気分的にやられたな。当たりました。100枚ぐらい。あれ？何この音？はい、オカルトですよ。分かってますよ。分かって言ってます。そういうね、まあ、楽しまなきゃね、やってらんないですよ。はい。
短時間勝負でねしても意味がないんですよ。店の癖とかを読んで明日はあの台だなと当たりをつけてそこからやって初めて役に立つんですよ。絞り込んでからの推測、適当にしたってあんたは世の中手設定ばっかなんだからさ、そうやってこういう短時間勝負だともう設定通りにね世の中しないからって感じがあるじゃん。それは高い設定打つに越したことじゃないけど根拠も分かんないしね、ないしね。だったら普通の台打つよりちょっと変な方向にでも行っちゃっててもね、まあ、検証という意味で跳ね返りはあるのか検証、ね、やってみてもいいじゃん別に。隣の花火が1676ハマリノーボーナス1600。怖え。花火の方が跳ね返り強いかな。すげえ。どうするかな。まあ誰も触んないでしょこんなん。伸ばれてから移動しようかな。跳ね返りの本番ここからがだといいな。あっという間にゴッドゲーム1セット分以上の出玉がもらえるからいいっすよね。1709ゲームでビッグ、ここからが見ものですよ。
った。めちゃん。もうこの時点で味覚だね。ウェイ。8ゲーム。お、やっと跳ね返り始まるか。隣が144でビッグか。ちょっとまだ跳ね返りというには弱いな。だから跳ね返りなんてもんはねんだっつってんの。いや、結果としてあるよね。あることがあるよね。実はさ、分かんないうちにこれリノみたいなシステムかもしんないよ。例えば逆押しでビタ押しするやつで、あのなんかこうやってっかもしんない。 CT だなんだってやってっかもしんないよ。ヘリーとかもやたら偏るもんね、これね、ほら。イエーイ。これスイカのこぼしじゃないですかね。スイカ揃うときは上段。また V か。あ、V でバゲ？ V フラッシュでバゲ？まああるけどさ、大げさだよね。54ゲーム、よし、まだゾーンだぞ、ゾーン、ゾーン内連だぞ、これゾーン。完全ドノーマルキだと思ってるでしょ、みんな。でも言ってないだけで、なんかうまいことやってるかもしれないよ。僕らが知らないすげえシステムかもしれないし、合法的な、わかんないし、実はあるかもしれないし、なんかダメだよ。俺未だに地動説信じてねえかんね。本当はお前なんかつじつま合うように言って天動説の方が正しいんじゃねえかって。いや、地動説も天動説もねえよと。なんかあんだよ別のシステムが。ダメだよ、いろんなことを自分の目で確かめてないのに信用しちゃ。ニュースでやってることだって嘘かもしれない。どっかのさ、映画村みたいなところで撮影してなんかやってるだけかもしれないじゃん。俺だって本当はいないかもしれないよ、これ CG かもしれないよ。てか、みんな今生きてると思ってるでしょ。違うよ。寝たきりで夢見てんだよ、これ。民衆をうまいことだまくらかして、偉い人たちが、いや、偉い人たちどこじゃねえな、もっと分かんない、秘密結社みたいな人らが、人類を操って、いいもん食ってんだよ。いや、でもいいもん食うためだけにそんなことやるかな。やんねえよな。
超滑った。ほら無国王リプレイないから取れ。嬉しいですね、ボーナスって嬉しいな、やっぱな。はい、バトル終了いたしました。まあ1回戦初っ端ね、温暖化も解消されるんじゃないかっていうぐらい調子良かったんですけど、そっから何もなかったですね。まあ気なな3連から当たったとはいえ、それ以外いい要素が何もなかったんで、やめて3打移って、まあ、一応跳ね返りました。これくらいもうなんか亀裂が入ったスーパーボールぐらいは跳ね返りました。まあ投資が564枚で回収も564枚、見事チャラで終わることができました。ただね、ルール的には出玉勝負なんで、枚数を多く出した人が勝ち、投資がいくらかかっても出した人が勝ちなんで、ちょっとこれじゃあね弱いよね。エティキ打ってる人はまあ数値的には大したことなくてもね、出玉的にはねいっぱい出る人が多いですから、まあちょっと番組的には弱いとこ行っちゃったな。何ビビってんだ俺は、何自分の終始ビビ、ちっちゃい男になっちまったな。他の人がどんぐらい出てるかさっぱり分かんないんでね、まあ、頑張るとも何とも言えないんですけども、まあ、結果の方は、最後のまとめの方で皆さんご覧ください。まあ、私に投票してくれた人今のうち謝っておきます。ごめんなさい。まあ、そんなわけで地球の平和は保たれました。まあこのまんましばらく行くと思いますので、皆さん安心して暮らしていてください。ちゃんと仕事しないとダメだぞ、パチスロばっか打ってんなよ。じゃあまたお会いできる日を楽しみにしております。